今日ご紹介するのは、増資部経典っていう経典で、いわゆる法数って言われている1とか2とか3とか4とか5とか、まあ全部で11まであるんですけど、様々なそのお釈迦様の教えのキーワードを数でまとめて紹介するという、そういう編集方針で作られた経典で、こちらもまあ、割と短めの経典がですね、膨大な数あるんですね。本当に、何百という経典があります。ただ非常にその面白いというか、他のところでなかなかね、見られないような切り口の話があったりして、面白いところであります。僕結構増資部経典好きで、アングッタラニカーヤですね。ちょうど光明寺さんので、第6集って言ってね、1集、2集、3集、4集みたいな感じです。取り上げるキーワードの数によって、経典がまとまってるんですけど、この6の、6集というところに、の経典を一つ取り上げたいなと思います。この6集のこの大本、マハーワッガっていうところにある、59番目の経典ですね。ダールカンミカ経ですね。こちらについて取り上げてみたいと思います。この経典はですね、他の経典と同じように、この言葉から始まりますね。A1 名士譚。私はこのように聞いた。漢訳のね、経典だと、如是我聞というふうに説かれますよね。いきなりこう始まります。永観様やんばがわ、なあてけ、びはらて、貧若はさて、あるとき世尊は、ナーティカの蓮華堂に従しておられた。ナーティカというところにある、レンガ堂、レンガで作った建物ですね。レンガで作った建物に住まわれていた。このナーティカっていうのはどうもそのワッジー国ですね。ワッジー国というのは以前もこのチャンネルの動画でご紹介したんですけど、当時インドの中では珍しくというか、共和制というかね、民主的な、まあもちろんその主権在民で全ての国、人々に選挙権があるとかそういうことじゃないんですけど、議会制ですね。まあ、議員になる資格を持つ一部の有力な市民たちが集まって合議制によって、議会でですね、いろいろ討議して、話し合って国の政治を動かしていたというね、そういう古代のインドにおける、共和制の国があったわけですね。まあ、そちらの、にあるナーティカっていうですね、村。村なのか町なのか。まあ、それはよくわかりませんけど。そういうところにいらっしゃったわけですね、お釈迦様。それでですね、ナーティカのその、レンガ堂にお住まいになってた時に、ダールカンミカ孤児。このお経の名前になってる人ですね。ダールカンミカさんっていう孤児。孤児ってのはガハパティっていうんですけど、まあ、家主とか孤児とか資産家とかって言われてるんで、まあ、割と有力な金持ちの市民ですね。それこそたくさん使用人を抱えて、いろいろ資産を持って資産運用とかで生活してる。まあ、あるいはいろんなね、農地を持って、いたりとか、商売やってたりとか、そういう人たちですね。そういうまあ、有力者、地域の有力者の人がいたわけですね。ダールカンミカさんって方がいて。その方が世尊に近づいた。世尊っていうのは、バガワーって言われてますけど、これはお釈迦様のことですね。近づいて世尊へ礼拝し、一方へ座った。この辺はもう、まあ、決まり文句みたいな感じで、お釈迦様に礼をして、ご挨拶して、それでまあ、経典が始まるわけです。一方へ座ったダールカンミカ孤児へ、世尊はこうおっしゃった。ダールカンミカさんがまあ、お釈迦様にご挨拶に来たときに、お釈迦様の方からダールカンミカさんに、こういうふうに声をかけたんですね。孤児よ。一体あなたの家では、布施が与えられているでしょうか？あなたのうち、まあ、要するに、家長ですんでね、このダールカンミカさん。あなたのうちでは、まあ、お布施とかはしてるんですか？っていうふうに聞いたんですね。それに対して、ダールカンミカさんがこう答えます。尊者よ。私の家では、布施が与えられています。お布施をしてますよっていうふうに答えたんですね。また、さらにお布施をしてるってことを自慢したかったんですね、この人はね。で、こういうふうに答えます。およそ隣住者たち、
上骨磁気者たち、糞臓絵者たち、アラカンたち、あるいはアラカン道へ入った者たちであるビクたち。そんじゃよ。そのようなビクたちに対し、その私による伏せは与えられています。っていうふうに言うんですね。まあ、伏せをしてますよ、もちろん。まあ、この伏せの対象っていうのは、まあ、お釈迦様のね、ところに来てるわけですから、この方はまあ当然仏教徒なんですね。仏教の信者さんで、で、まあ、伏せするっていうと、まあ、普通にそのお坊さんたちに伏せしてるっていうふうに思うと思うんですけど、この人はまあ自分、別に誰に伏せしてるんですかって聞かれてもいないのに、いや、私はその、臨終者たち、アーランニカーっていうんですね。森の中に住んでいるお坊さん。上骨磁気者っていうのはこれ、ピンダパーティカーって言って、これは、骨磁気だけで、宅発だけで生活している人って言うんですね。まあ、お坊さんって言っても、まあ、基本的に宅発して、村々を回って、食事をいただいてですね、伏せを受けて、命をつなぐわけですけど、まあでもいろんな方から、ね、食事の招待を受けたりすることがあったわけですね。当時、仏教っていうのは、割と、そういう都市部の有力者たち、商人とか、そういう村のその世話役みたいな、金持ちですね、有力者たちに結構人気があったので、まあそういうところに招かれたりして、伏せを受けることがあったんです。そういうところに行かないで、伏せの招待を受けることなく、ひたすら骨磁気で生活している人。あと、パンスクーリカ。これはね、糞臓絵のっていう。糞臓絵っていうのは、捨てられている布を拾って、それを木の根っこで染めてですね、その汚い色に染めて、染め直して、わざわざ汚い色に染め直して、それで衣を縫う。ですから、衣っていうのはその当時ものすごい高級品だったんですけど、それでも、お釈迦様のビクサンガの信徒さんたちは割と金持ちが多かったんで、折に触れてね、衣の不正っていうのもあったわけですね。でもそうじゃなくて、捨てられてる布。まあ、これはことによっては、死体をくるんで、死体置き場にね、死体を捨てるためにくるんでいた布とかをね、剥がして衣にしたり、そういうことをしてるお坊さんですね。この辺は、いわゆるその、ズダ行って言われている、まあ、お釈迦様がまあ、やりたかったらやったら、みたいな感じで、特別その、私がこういうふうに修行しますっていう、まあ、意志を持った人に、やらせていたというか、まあ、そういう人たちが自分でわざわざやっていた修行ですね。この、臨終、ずっと森に住んで、その、村の近くには住まない。ずっと森で、一人で修行する人ですね。それからまあずっと骨磁気だけで生活する。食事の招待を受けない。それからまあ布の、衣のお布施も受けない。拾った布だけで、衣を作って生活するという。それからまあ、次がですね、また面白いのは、アラハントですね。これはまあアラカンっていうまあ最終的な下脱、お釈迦様と同じ完全に煩悩滅尽した聖者ですね。で、あるいは、まあ、アラハッタマガンっていうふうに言ってますけど、まあ、アラカン道、もうほとんどもうアラカンになりかけてる。アラカンになるのが確実と言われてるような、もうすごい修行が進んでるお坊さん。で、そんじゃよ。そのようなビクたちに対し、要するにその辺、そんじゃそこらのね、普通のお坊さんなんかに私はね、お教えしてないけど、そういう尊い修行をしていて、しかももう完全に悟っていらっしゃる。そういう立派なお坊さんにだけ、伏せをしてますよっていう、どうだみたいな感じでね、言うわけですね。お釈迦様に対して。聞かれてもいないのにこういうふうに言うわけですね。まあ、お釈迦様は当然ご存知だったと思います。この人はな、そういうなんか自分でお坊さんをね、えり好みして、いかにも修行してる感じの人、いかにも聖者っぽい人を選んで伏せしてるって、多分評判になってたんだと思うんですね。まあ、いい評判か悪い評判か。まあ、もしか、まあ、多分、後者だとは思うんですけど。そういうことで、まあ、わざわざ、挨拶に来た時に、そういうふうに聞いたんだと思いますね。お釈迦様は、どうせこいつはそういうビラビラ言うだろうと思って、聞いたんだと思いますね。で、それに対してお釈迦様は結構、きついことを言いますね。孤児よ、在家で、欲楽を受容し、息子で溢れ返った画商に従し、たくさん家族がいるってことですね。カーシ国の先端をたしなみ。カーシ国っていうのは、
要するに割とその高級品の産地みたいですね。今の言ったらイタリアとかフランスみたいな感じですかね。そういうところの仙丹っていうのは、仙丹っていうあの木材ですね。高級木材ですね。たしなみ。ケマント、コート、塗り油ですね。を身につけ。まあ要するに香水、香油ですね。香水、いろんなその、ケマンっていうのはまあこれはあのアクセサリーですね。マーラーっていうのは。アクセサリー、いろいろな装身具つけてですね。まあこの人多分おっさんなんで、あの、金のネックレスみたいな感じですかね。で、ロレックスの時計、ドヤみたいな感じのですかね。そういう感じで、まあいろんなその、シャネルの香水とかプーツつけてるみたいな感じですかね。そういうあの、成金親父みたいな感じですね。それで金銀を享受する。ジャータルーパーっていうのは金なんですね。ラジャタンっていうのがこの銀。ですね。金銀財宝っていう、まあ昔から言うんですね。そういうものを、享受してると。いうことです。そういうあなたが、そういうもう在家で、もうほんと贅沢三昧、もう在家って言ってもね、本当に食いや食わずの人もいれば、めっちゃ金持ちもいるわけですよね。もちろんめっちゃ金持ちの人で、金銀財宝に囲まれて、たくさん子供がいて、まあ子供がいるってことは奥さんもたくさんいたんでしょうね、おそらく。そんな感じで、在家生活に享受してるあなたによっては、このことは、知りがたいものです。すなわち、彼らはアラカンたちである。あるいは彼らはアラカン道に入った者たち。ということ。結構きついこと言いますよね、お釈迦様。バシッと。そんな欲にまみれて生きているあんたに、悟りの境地に達した人のことなんてわかるわけないでしょ。何を言ってんだっていうことを言うわけですね。結構ガツンときてる感じですよね。だからこれってよくある話で、我々はなんていうかな、その欲に溺れている人ほどなんか聖者探しを一生懸命やったりするんですね。でその聖者っていうのも結局自分たちが欲にまみれてるから、そういうなんかあの分かりやすく欲を離れてるように見える人たち、まあこれから後でね、あのお釈迦様が説明しますけど、そういう分かりやすい感じの人を見て、あ、この人こと聖者だと思っちゃうんですね。そういうことがもう、痩せ衰えて、森の中に住んで、食事の正体も受けず、糞ぞえだけで生活してるみたい、いう人みたいなのが、もうキュンと来ちゃうわけですね。あ、素晴らしい。僕、私なんかにはできない素晴らしいこの人が修行してるんだ。もう伏せしなくちゃみたいな感じになるんです。結構そういうふうに、欲に溺れてる人ほど、その聖者っぽい人を見つけて、探し求めてですね、見つけて、じゃんじゃんお金をあげて、まあ堕落させちゃうみたいなね、そういうことよくありますね。次ですね。まあこの辺のだから人間の心理ってのはね、2500年、2600年前も今も全く変わらないです。本当に。まああるある話ですね、仏教の世界。それでさらにおっしゃる方はこういうのをおっしゃいます。故事よ。もし比丘が臨終者、森の中に孤独に生活していたとしても、浄故し、尊大で動揺し、饒舌で言葉が散乱し、念が妄失され、不承知であり、入定せず、心が明乱し、感覚があらわであるならば。これはセットフレーズでこの後ずっと続くので、一応ここで、解説しましょうかね。浄故ってこれ、ウッダトーって言うんですけど、これはもう心の浮つきですね。そわそわして落ち着きがないってことですね。で、次、ウンナローっていうのはこれは、こちらでは尊大っていうふうに訳してますけど、プライドがある。俺はこんな風なすごい修行やってるんだ、みたいな感じで、偉そうな感じ。偉そうな気持ち。まあ偉そうに見えなくても、自分の心の中で、そういうなんか俺はすごい、こんな修行他のやつにできないだろう、みたいな気持ちがある。で、あと、チャパローっていうのはこれは、動揺したっていう。これもまあ、そわそわしてるみたいな。なんか落ち着きがな、なんか、心がね、ふわふわしてる感じですね。こちら、動揺した軽装っていう感じですけど。森の中にね、住んでいても、心の落ち着きがないってことですね。もう、浮ついてるってことですね。無過労。これ、饒舌おしゃべり。ですから、まあ、森の中に住んでるんだけど、在家の信者さんが行くと、なんかもう、ペラ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 喋る。ってことですね。浮ついた感じで。もう、まあ、修行オタクみたいなね、そういう人いますけどね。ペラ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 喋って。
ビクン。まあ、これも散乱したっていう意味ですね。散乱した。和朝というのは言葉ですね。言葉が散乱し、ここ見ると、ビキンな和朝ですね。もうなんか無駄話。なんか、どちらかって話ばっかりしてるっていうね。話にまとまりがない。何が言いたいんだお前は、みたいな感じですね。それで、念が防出され、ムッタッサティ。これ気づきがない。要するに自分の神悔のね、心とか言葉と体の行為ですね。それに対応し、しっかりと気づいていない。アサンパジャーの不承知って言うんですけど、まあ、少年承知って、まあ、セットフレーズになってますね。物事をちゃんと理解しているってことですね。物事にちゃんと、目の前の現象によく気づいていて、何が起こっているかをちゃんと理解しているってことですね。ですから、まあ、サティサンパジャーナっていうことで、セットフレーズで使われますけど、ムッタサティアサンパジャーノーっていうのは、気づきもなければ理解もない。もう頭混乱してるってことですね。で入場せずっていうのは、アサマーヒトですね。心が落ち着いていない。禅定に入っていない。禅定に入るって言ったら、まあ、っていうのはまあ、特別なね、ことなんですけど、この場合は心が落ち着いてるっていうんですね。心が全然その落ち着きができていない。なってないってことですね。ビッバンタチット。心が散乱している。ビッバンタっていう言葉には、減俗したっていう意味があるんですね。ですんで、まあ、要するに、出家してるんだけど、心が完全に俗人の心になっちゃってるっていうことですね。でそれから一番最後、カンカンがあらわであるならばっていう訳されてますけど、パーカティンドリを、パーカタっていうのは、この自然とか普通とか本能的とかいう風な意味で、で、インドリアっていうのは、これは感覚器官ですね。目、耳、鼻、舌、それから皮膚の感触ですね。それが心ですね。そういう六根が制御されてない。野放しになっている。この場合の、だから、自然というのはいい意味じゃなくて、野放しになっているってことですね。ちゃんと制御されてないってことですね。そういう状態であるならば、そのような彼は、その理由によって非難されるべきです。そんな人全然褒められたもんじゃない。むしろ、しっかりしろと。非難されなきゃいけない。非難されるべきビクである。要するに、もし、ビクがね、アーランニコー、臨終者、森に一人で修行して、入って修行している人であっても、こういうね、心がだらしなかったら、もう非難に値するんだよと。次逆で、コジオ、もしビクが臨終者であったとしても、譲歩せず、心の浮気つきがなく、存在ならず、要するにマーナ、マンですね。自分でその、すごい修行してるっていうその自意識がない。淡々と自我を控えて修行してる。動揺せず、饒舌ならず。なんかもう心がふわふわしてて、ベラ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 喋らない。で、言葉が散乱しない。要するに、ちゃんと意味のあることだけ喋る。念が元気し、これは、ウパッティタサティっていうのは、これちゃんと気づきの心が怒ってるってことですね。しっかり気づきがある。ウパッティタッサティですね。ちょっと発音しにくいです。ウパッティタッサティ。で、サンパジャーノーってことは、ちゃんと物事を理解、しっかり理解している。サマーヒトは心が落ち着いている。栄冠がちっとってね。心がすっちゃかめっちゃかになってないんで、ちゃんとその一つのことに集中して、これはこういうふうに、こういうふうにって、一つ一つちゃんと物事を、こなしている。心がね、一つ一つちゃんと集中している。で感覚が、防護されているならば。で、野放しになってないで、サンウティンドリヨーって言うんですけど、サンブタとかサンワラとか言いますけど、ちゃんと守られてるって言うんですね。守られているならば。現にビジで真意がちゃんと守られているならば、そのような彼は、その称賛によって称賛されるべきです。称賛されるべくして称賛される。そういうね、こういうちゃんとしっかり修行してる人であればってことですね。いうふうにお釈迦さんおっしゃる。で、次にお釈迦様が、故事をもしそのビクが、尊変従者であったとしても、っていうのは、まあ、この村の、すぐそばに住んでるお坊さんですね。森に、深い森の中にいるんじゃなくて、森の、村のすぐ近くにいる、住んでるお坊さんであっても、まあ、そういう心が散乱して、この上の同じこと、フレーズ繰り返しですね。まあ、心に浮ついていて、気づきがない。心が統一してない。落ち着いてない。
で、自分の感覚器官をちゃんと守ってないっていう人だったら非難されるべきであるし、村の近くに住んでる坊さんであっても、ちゃんとあの気づきを持ってね、少年少知で心の隙を持って無駄話をせず、心の上つきなく心の、精神のね、統一を守って、落ち着いて、感覚器官を守っているならば、それによって称賛されるべきです。まあ、これ当たり前の話なんですけど、どこに住んでるから偉いとかっていうことじゃなくて、その人がどういうふうに生きてるかっていうね、ことが大事なんだよっていうことですね。で、さらにこの上骨直者であったとしても、ネーマンタンタニコーっていうのは、これはあの、受精者っていうふうに訳されてますけど、まあ、要するに普通に、まあ、基本的に宅発もするけど、食事を、の招待を受けてくださいって言われたら、はい、じゃあ、今日は、あの、そちらの家に伺って、そちらで、招待の食事を受けますというふうに食べる人ですね。まあ、そういう臨機応変にしてる人。そういう人であっても、その人がちゃんと心落ち着いて、少年少知で、感官を防護していれば、称賛されるべきであるし、そうでなかったら非難されるべきだということですね。これは、糞臓への人ですね。パンスクーリカですね。であったとしても同じことだし、まあ、孤児の衣をつけるものっていうふうに言ってますけどね。ガハパティチーワラだろうっていうね。ガハパティっていうのはこれ孤児ですね。一般の信者さんの衣を、から、まあ、伏せされた衣っていうんですね。これは。からもらった衣。チーワラ。チーワラっていうのは子供っていうんですね。を持つ。だろうっていうのは、ま、持つっていうんですね。そういう人であっても、もう、その人がだらしない人だったら非難されるべきだし、その人がちゃんとしっかりしてれば、称賛されるべきだと。いうことですね。そういうふうにお釈迦様は説教っていうかね、ダールカンミカさんの考え違い、心得違いを結構バシッと言うわけですね。あんた全くその出世のやり方全然違うでしょっていうね。それでお釈迦様はこういうふうに提案するんですね。そんな人にお布施するんだったら私にお布施しなさいとかあったら絶対言わないんだね。そんなことは言わないです。お釈迦様にね、お布施すればそれはもう何の間違いもないですけど、そんなことは言わないです。いざ孤児よ。さあ孤児よって言うんですよ。因果。さあ、あなたは、サンガに対し、不正を与えなさい。これは、ギャっていう風に、漢字になってます。サンガですね。このサンガっていうのは、まあ、いわゆるビッグサンガ、ビッグニサンガっていう出家者のことですね。出家者の集いのことですね。サンガに不正しなさい。サンガに対して不正を与えるならば、あなたの心は名状となるでしょう。あることでしょう。サンゲーテー、ダーナン、ダダトー、チッタンパシーディッサ。心が清まるでしょう。で次。その心が明浄になった、心が清らかになったあなたは、身破れて、要するに体が壊れた、で、死んだ後、前種たる、良き生まれであるね、天界に生まれ変わることでしょう。っていうふうに言うんですね。そう、田中さんのちょっと、かわやすさ、ベーダー。パラン、マラナー、死んだとですね。まあ、死んでから、展開っていうのは、サッガンですね。良い生まれっていうのはスガティンってですね。前種である、良き生まれである。ドゥッガティっていうのは、まあ、悪種って言われてますね。悪い生まれ。まあ、いわゆる、地獄、ガキ、畜生。後世になってくるとアシュラも入りますけど、まあ、アシュラっていうのはまあ、神様の一種なんでね。厳密に言うと、まあ、動物に生まれるか、まあ、動物ってのは広いですけどね、ガキに生まれるか、幽霊みたいなね、霊的なそういう存在に生まれるか、地獄に生まれるか。スガティンっていう場合は、まあ基本的に天界と人間界っていうふうに言われてますね。前種たる天。天界のことはサッガンって言うんですね。天のことはサッガンです。天の世界が老観。作願老観ですね。作画老化っていうのがまあ天界ですね。そちらに生まれ変わるでしょう。で、それで、この、ダールカンミカさんは、まあ、やっぱりそのお釈迦様に言われたらね、嫌ですとは言えませんっていうか、
そこで自分の間違いに気づいたのか、ただ、言われたから泡食ったのか知りませんけど、エーサー反番手、あっちゃったっげー、さんげーだーなん、ダッサーミーティっていう、そんじゃよ、先生、お釈迦様、この私は今日以降は、考えを改めて、サンガへ伏せを与えます。サンガに伏せしますというふうに、答えた。それで経典が終わりということですね。どうだったですかね。もう40分も喋ってるんで、もう十分っていう感じはしますけど、今日の経典どうだったでしょうか。結構この伏せっていうのは、誰に伏せすべきかっていうことで、割とその、考え違いっていうかね、すごい徳の高いお坊さんに伏せしたいとかね、いう人結構いるんですけど、お釈迦様は、結局その俗人っていうのは、基本的には、仏教のに、この勉強してる、してて、心がそっちに向かってるって人ももちろんいるけど、基本的には、在家の生活が楽しくて在家の生活してるわけですから、その価値観でもって、その価値観を投影して、いかにも修行してる感じの修行をしてる人、森に入って一人で孤独で過ごしてるとか、そういう人を見つけてなんかもうありがたがってね、お伏せするとか、そういうふうに走りがちなところはあるわけですね。でもそうじゃなくて、お釈迦様は在家の我々に対しては、サンガに対して伏せしなさいと言ってるわけですね。サンガっていうのはもうシステムですね。お釈迦様が残した、戒律と教えを実践して、それでブッダの教えをずっと残していって、そこで自分たちも修行して悟りを開くと。解脱に達する。涅槃を体得すると。いうことに励んでる人たちですよね。だからそういうことを俗人が、ああだこだ、あの人は素晴らしい修行者とかね。そんな風に個人を持ち上げたり、貶めたりしてするんじゃなくて、お釈迦様が残したサンガというシステムを支えていくんだと。それが我々の、役割なんだっていうことをよく自覚して、サンガに伏せをする。サンガのお手伝いをする。伏せっていうのはね、お金を差し上げる、お金っていうか、食事とかね、衣とか、そういうものを差し上げるだけではなくて、サンガのお手伝いをするってことですよね。僕のやってる仕事も、そういうことに近いとは思うんですけど、サンガのお手伝いをするっていう風な気持ちでやった方がいい。〇〇という偉いお坊さんとかね、そういうなんかもう、図画業に行ずる、もう、本物のお坊さん、に私はお伏せしますっていうんじゃなくて、それはもうある意味我々の固定観念っていうかね、我々の自我意識から出てくるそういう固定観念をね、どんどん強化しちゃうことになりかん。だからせっかく仏教にね、貢献してるのに、その善行為の質がちょっと落ちてしまう。錆がついちゃうっていうとこあるんで、そうじゃなくて、我々はそういう余計なことを、余計な価値判断を入れないで、サンガ、お釈迦様が残したサンガ、に伏せを捨て、お手伝いするんだっていう気持ちになった方が、心は清まりますよと。もちろんお釈迦様はね、それを伏せしただけでね、悟れるとかそんなこと言ってないんですけど、少なくともそういうふうにして、伏せをして、そういう気持ちで、心が清まるような形の伏せをすれば、死後、悪いところには行きませんよと、いうふうにおっしゃってるってことですね。ということで今日は、非常に、なるほどと納得しやすい話だったんじゃないかなと思います。こんな感じで、なるべくいろんな経典を皆さんにご紹介していきたいと思います。もちろんね、私の読み方が正しいかどうかわかりませんし、専門のね、お坊さんとかには叱られることもあるかもしれませんけど、それでもね、自分の能力範囲でこういうふうに読みましたと。で、それはある程度皆さんにもお役立ていただければありがたいなと思っております。そういうことで今日はこれで終了したいと思います。皆さん、お幸せでありますように。どうもありがとうございました。